任期満了に伴う東広島市長選挙が昨日行われ、現職の高垣浩徳氏が再選を果たしました。万歳！東広島市長選挙で新人との一騎打ちを制したのは、現職の高垣浩徳氏68歳です。選挙は移住者の多い市の中心部と過疎の進む山間部の地域格差解消などが争点となりました。高垣氏は新型コロナや災害への対応など1期目の実績に加え、デジタル技術を活用した産業の創出などを訴え、3万2000票近くを獲得しました。ご臨席誠にありがとうございました。時代をリードする、優しい未来都市建設に向けて今後も邁進していきたいと思います。本当に皆さん、投票率は前回より 10.34 ポイント低い 25.52% で過去最低でした。今朝早く、広島市東区の住宅2棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。火事があったのは、広島市東区牛田新町です。消防によると、午前5時25分ごろ、住宅が炎に包まれていると複数の通報がありました。とにかくすごかったよ。あれ、こう落ちるんじゃないかぐらいに、うん。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、火元の住宅と隣接する住宅合わせて2棟を全焼、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火元の家に住む男性と連絡が取れておらず、警察は遺体がこの男性の可能性があるとみて調べています。